はい、それでは今日も未来の自分自身におはようございます。はい、それでは今日の日付はですね、2024年令和6年の11月9日の土曜日、今日も日本経済新聞の朝刊からいろいろと今の社会情勢を学びつつ、朝からしっかりと文字を読んで音読をして口を動かして声を出していく、そんな練習を行っていきます。ということで今日はですね、11月の9日の土曜日ということで、今日もすっきりとした青空が広がっていて気持ちのいい一日の始まりです。で、今日ですね、11月9日という日付について、今日の日本経済新聞朝刊の春秋というコラムの中で触れてくれているんですけれども、ベルリンの壁が壊れたのがですね、35年前の11月9日だったということで、もうあれから35年経つんだなという気がすることと同時にですね、35年前は、日本もバブル期でしたし、世界全体もベルリンの壁が壊れるようなことが起きて、これから一つにまとまっていくんだなというような意味で、すごく前途洋々な気持ちになったことをよく覚えていますけれども、それからですね、35年経ってやはり世界はさほど変わらないんだなという気がすることが不思議です。ロシアというか、ソ連が崩壊したりですね、それから中国が台頭してきたりということで、紆余曲折ありながらも世界全体は逆に分断の雰囲気が逆にですね、漂い始めているということが、これがですね、戦争の前の雰囲気に似てるという人もいますけれども、なかなか私たち世代にはこの戦争との前の雰囲気というのは分かりませんので、比較することはできませんけれど、この35年前の今日ですね、ベルリンの壁が壊されたというようなニュースに心が躍ったことを少し思い出すような、そんな11月9日という日付です。で、今日自分なりに学びたい四字熟語については、今日の日本経済新聞朝刊の社会面に載っていた記事ですけれども、松本人志さんが週刊文春に対する訴えを取り下げたということが、社会面でもそれなりの紙面の大きさを持って報じられていてですね、今日はこの松本人志さん、週刊文春訴え取り下げに学ぶ千書万端という四字熟語を学びたいなと思っています。で、千書万端という四字熟語の意味については、物事が複雑であることということを表すということで、昨日もですね、千変万化という四字熟語を取り上げましたけれども、千と万はですね、昨日と同じく数が多いことというような意味があって、書という言葉、漢字の意味には物事の始まりとか取っかかりというような意味があって、そして端という字に関しては物事の端のこと、終わりということも含めて物事の端のことということで、物事の始まりとか取っかかりのパターンも非常に多いし、この端という意味での物事の端とか終わりもですね、非常に多岐にわたっていて難しいというようなことを表すような言葉かなというところです。で、このですね、週刊文春の松本人志さんに関する報道もすごくですね、私たちがどう受け止めていいのかも難しい話でしたし、そしてまた松本人志さんが週刊文春を訴えたということも含めてですね、非常にこれは本人たちしかわからないことがたくさんある中で、それをどのように私たちこの報道を受ける側として判断するのかということもですね、材料がないというか、表に出てこない部分の話もたくさんあることなので、なかなか理解しきれないなというところで、決着自体もですね、訴えの取り下げということで、なんとなく意気消沈というか、物事がよくわからないうちに終わってしまうんだなというようなことを感じました。そういうことも含めて、物事の始まりとか終わりとか、いろいろな原因もですね、もともとどこにあるのかもよくわからない中で、外野からしてみれば複雑に絡み合っているような分かりにくい話もあるということが、この千書万端という四字熟語にふさわしいかなというふうに感じます。で、この記事の中身を確認しておくと、女性に性的行為を強要したとする週刊文春の報道で名誉を毀損されたとして、人気お笑いコンビダウンタウンの松本人志さんが発行元の文藝春秋側に5億5000万円の損害賠償などを求めた訴訟で、松本さん側は11月8日、東京地裁への訴えを取り下げた。訴訟は終結。民事訴訟法は、口頭弁論後に訴えを取り下げる場合は、相手方の同意を得なければ効力が生じないと定めている。文春側が取り下げに合意をした。双方の間で金銭の支払いはないという。
松本さんは同日コメントを公表。女性らが参加した会合に出席したことを認めた上で、参加された女性の中で不快な思いをされたり心を痛められた方がいらっしゃるのであれば率直にお詫びするとした。報道内容については強制性の有無を直接に示す物的証拠はないことを確認したと強調。これ以上多くの方々にご負担ご迷惑をおかけすることは避けたいと考えたと訴えを取り下げた理由を説明。文春側も同日原告側からお詫びを公表したいとの連絡があり、女性らと協議の上取り下げに同意することにしたとコメントを発表。訴状などによると週刊文春は2015年に東京都内のホテルで松本さんらが開いた食事会に参加したという女性の証言を報道。女性側は会合の途中から松本さんと寝室で二人きりにさせられ、同意のないまま性的行為を強いられたとした。松本さんは客観的な証拠がないのに名誉を傷つけられたとして文藝春秋と週刊文春編集長に対し損害賠償や謝罪記事の掲載を求めて2024年1月に提訴。松本さんは裁判に注力したいとして同月から芸能活動を休止している。3月の第1回口頭弁論で文春側は女性らに複数回取材を重ね、証言の具体性や裏付けがあるが慎重に検討して真実を確認したとして全面的に争う方針を示した。その上で具体的に記事のどの部分の事実関係を争うのか明らかにするように求めた。訴訟はその後書面や非公開の手続きで審理が続いていたということでですね、まあ、どちらも掲載した週刊文春側もどのような事実というか直接的な客観的な事実を示す証拠をきちんと提示してないというふうにも読み取れますし、松本さん自身もですね、当初は事実無根で全面的に争うと意気揚々だった、割にはですね最後は本当になんか流頭だびというか急速になんか終わってしまったなというところで、ただこの手の情報とか報道に関してはやはり私たちには伝わらない、ところがあることなので、まあ報道とか新聞の紙面からだけでですねどちらがいいとか悪いとかっていうふうなことは全く判断できませんし、結局お互いが痛み分け的に落としどころを探って決着したというふうな形なんだろうなというふうに思ったりもするので、これがやはりですね千書万端という意味で物事が複雑であり、始まりや取っかかりとか終わりというものがですね私たちにはちょっと計り知れないところもあって、まあいろいろな意味での山のですね理由があるんだろうなというふうに感じるような大人の事情というものも非常によく感じたりすることになるので、まあ、この事件というかこの件でですね、松本人志さんも相当な痛手を被っているでしょうし、これから芸能活動は再開されるんでしょうけれども、それがいつになるのか今のところは分からないことにもなりますし、そういうことも含めて、千書万端、世の中は千書万端なんだなということを学ぶような出来事だったのではないかと思うし、私たち自身もやはりまあ、このようなですね、なんて言うんでしょうね、報道に載るようなことというのはあまり、ない、一般市民の生活にはないかもしれないけれども、それでもやはり身の振る舞い方、身の、振るい方とかですね、行い方ということには非常にやはり注意しなくてはいけないということを改めて学ぶことができたということで、今日は松本人志さん、週刊文春、訴え取り下げに学ぶ千書万端という四字熟語を学びました。ということで今日もですね、昨日の日経平均株価の終値を確認しておくと、昨日の日経平均株価の終値は39,500円ちょうど37銭、39,500円37銭ということで、一昨日に比べるとプラス118円96銭、プラス118円96銭ということで、プラス120円弱でですね、39,500円台で昨日は取引が終わっています。円ドル相場については1ドル152円63銭から65銭、1ドル152円63銭から65銭ということで、一昨日に比べると1円36銭の円高ということで、取引が終わったようです。ということでですね、今日はまず一つ目論読の題材としては、今日もディープインサイトというコラムから、
タイトルはですね、首脳を動かす真っ先外交という、編集委員の日本経済新聞編集委員の峯岸さんという方が書かれた記事で、トランプ大統領が、トランプ氏がですね、次期大統領、来年の1月から就任する予定の大統領に選出されたことを受けて、日本でも真っ先に、このトランプさんに会いに行くというふうに、言っている、石破茂首相が言っているということだそうですから、過去にですね、この首脳外交というものはどういうことがあったのかということを改めて思い出させてくれたり学ばせてくれたりしている記事となっているので、こちらを一つ目の音読の題材としておきます。首脳を動かす真っ先外交。米国大統領選でトランプ氏の返り咲きが決まった。超大国の指導者に日本のリーダーは正面から向き合っていかなければならない。外交の現場を取材していると、真っ先にという言葉をたびたび耳にする。それは数々の名場面とも結びついてきた。小泉純一郎が私たちの牧場に来てくれた。9月11日、9.11 テロ直後、真っ先に援助と支援を表明した世界の指導者の一人で、ジョージとは親密な関係にあった。二人の父親が第二次世界大戦で戦ったことを思うと驚くべきことだった。ローラ・ブッシュ元大統領夫人の回想だ。ホワイトハウス時代の思い出として、夫妻と小泉元首相との触れ合いが生き生きと描かれている。2003年5月、テキサス州クロフォードのブッシュ氏の私邸兼牧場で歓待した。筆者も首相の同行取材で現場にいた。幾重にもわたるセキュリティチェックにヘキヘキしながらも牧場に一歩足を踏み入れると、目と鼻の先でライス大統領補佐官とローラ夫人がにこやかに談笑している光景に目を見張った。信頼する友人はファミリーの一員として手厚くもてなす。メディアもプライベートのサークルに入れば厳重な警戒から解かれた。これが米国流かと特進した。この会談は議題を設けず両首脳に委ねる異例のものだった。ブッシュ氏は会談に先立ち、米国情報機関によるインテリジェンスブリーフに日本の首相として初めて小泉氏と安倍晋三官房副長官を招くサプライズも用意した。出発点は2001年の米国同時テロだ。米国のテロとの戦いで日本が最初に支援を打ち出したことはブッシュ大統領にも重い意味があったと語るのは、テロ発生後に外務省の米国担当課長に就いた宮島昭雄前ポーランド大使だ。ブッシュ氏は同じく大統領だった父と比較され、米国では大統領として力不足と見られがちだった。それが同時テロへの対応で真の大統領になったと評される。大統領の姿勢が外交全般に波及していく。2002年9月17日史上初の日朝首脳会談はその一例だ。北朝鮮との1年に及ぶ秘密折衝を日本政府は米国にも一切知らせなかった。米政権が悪の枢軸と呼ぶかの国に日本のリーダーが乗り込むのは米国との信頼関係に相当なダメージになりかねない。米国政権内の対北強硬派が大統領に働きかけて訪朝撤回を迫るリスクも日本側は危惧していた。それでも日朝首脳会談直前に小泉氏とニューヨークで会談したブッシュ氏は日本の友人の身を案じつつ訪朝に反対しなかった。当時も日米間に個別の懸案はあったが、首脳同士の信頼関係にマイナスになる議題はトップレベルには挙げられなかった。ここまで首脳が互いに助け合い、おもんぱかって付き合う日米関係は初めてだったと思う。宮島氏はこう振り返る。安倍氏も日米外交史で特筆される。小泉外交を官房副長官として目の当たりにし、リーダーの心をつかむ重みを分かっていた。2016年大統領選でトランプ氏が当選すると就任前に真っ先に自宅のトランプタワーを訪ねた。外務次官経験者はさすがのトランプ氏も政治経験がなかったため不安だったようだが、経験豊富な安倍氏に気を良くしたと証言する。トランプ氏の対日感は日本は安保ただ乗り、経済も米国企業を痛めつける存在と1980年代の思考のままだったという。大統領就任後、米国での日本企業による雇用創出や投資計画をイラスト入りで説明したのも安倍氏だ。じっくり解くタイプの石破茂首相も時には小泉、安倍両氏のような立ち回りが求められよう。
ローラ夫人が回顧録で触れたように、米国には日本はかつて戦った敵国という認識が根強い、中国や韓国には日本との戦争や植民地時代の記憶が生々しく残る、中曽根康弘元首相はレーガン米国大統領とのロン・ヤスの信頼関係が有名だ。だが最初の外国訪問先はそれまでの 米国という慣例を覆して韓国を選んでいる。日韓首脳会談後の公式晩餐会では特訓した韓国語でスピーチし、二次会も韓国の曲黄色いシャツを歌って相手を喜ばせた。前途韓大統領の心を動かし、教科書問題、歴史教科書問題などで冷却化していた日韓関係は修復に向かう。中曽根氏には米国にアピールする狙いもあった。近隣関係が強固でなければ対米外交も足場が揺らいでうまくいかないと辞書に残している。タカ派の外交は柔軟だった。目下日本外交の最大の懸案は中国との向き合い方だ。今から12年前、衆院選の最中に中国機が戦後初めて日本の領空に侵犯した。選挙後も沖縄県尖閣諸島への接近を繰り返し、偶発的な衝突に至りかねない状況だった。当時取材した野中弘元官房長官の経験談を思い出す。江沢民国家主席時代に懐刀だった宋慶子氏の知遇を得た。そのパイプを生かし、その頃日本で多発していた中国人犯罪の減少につなげ、難航していた漁業協定交渉を軌道に乗せた。野中氏は要諦を心と心の通い合い、言うべきことは言ったと話し、古い人間でなく政権にいる人間がやらないといけないと付け加えた。与党が衆院で過半数割れした日本政治の混迷をよそに、世界で危機リスクが広がる。トランプ氏ら海外首脳への日本の初手は戦略的に練られているだろうか。ということで、やはり政治とかこの外交関係というのはしたたかさというものが求められるわけであって、理屈とかだけでもいけませんし、正論とかだけを振りかざしたとしても全く通用するものではないでしょうし、ただトップ同士の関係さえ良ければ何でもうまくいくというわけでもないというのも、また国と国の外交ということになるわけなので、やはりお互いの利害関係、まあ、利益になるようなこと、いかにウィンウィンの関係を築くことができるのかということを大前提にして、その上でやはりですね、お互いが気持ちよくなるような付き合いができるような、やはりこのトップ同士のコミュニケーションができていれば、いろいろな意味での会談会合などのセッティングもしやすくなっていくでしょうし、でそういうことのためには、やはりある程度ですね、利害関係というものの一致というものを見出していかなければいけないというところに難しさがあるわけですし、それがやはり日本外交と、アメリカ外交がどれだけこれから仲良くしていくことができるかというところは試されていくわけだと思いますので、石破茂首相にはですね、小泉純一郎や安倍、晋三元首相のようなことをですね、求めたとしても、なかなかそれはキャラクター的にできることできないことあると思うので、ぜひ自分なりのキャラクターを生かして、お互いの利害関係を一致させ、そして相手に対してもですね、ある程度気に入られるような、まあ、そんな接し方が求められていくということになります。そして2つ目の音読の題材としては、今日の日本経済新聞朝刊の大気象記というコラムから、タイトルは大学の学部4年間では足りないという問題提起としてのですね、コラムとなっているので、こちらは国内問題ということになります。国内の教育問題ということになりますけれども、こういう見方もあるのかという意味で学ばせてもらいたいと思います。大学の学部4年間では足りない。米国大統領選の争点の一つが教育問題だった。初等中等教育の在り方をめぐるイデオロギー的対立が浮き彫りになったが、共和党は新タイプの大学教育にも言及していた。他方、日本の衆院選では、幼児から高校生への経済的支援などが掲げられたが、大学教育はほぼ触れられなかった。現行の大学制度は明らかに行き詰まっている。従来から国立大の法人化や大学院の拡充、専門職大学の創設、
外部資金導入などの諸改革が進められてきた。しかし抜本的な課題は解決されていない。それは学部教育の原則4年制を固くなに守っていることだ。4年間では十分な大学教育を行える時代ではない。なぜならまず平均寿命が著しく伸長し、就業年数も長くなっている。平均寿命は現行制度の導入時には50歳前後だったが、今や80歳ほどだ。70代でも仕事を続ける人が増えている。20代前半までの学部の4年間で教育を終わらせて良いとは思えない。またこの半世紀でデジタルやバイオなどの技術が急速に高度化し、国内外の社会情勢が一段と複雑になっている。人工知能 AI を理解するには、電気や光、運動、化学変化、半導体などの理系知識の基礎が不可欠だ。中東やウクライナ、南シナ海の問題には歴史や地理、政治、経済などの文系の知見が求められる。社会人になってからのリスキリングをより効果的に行うためにも、大学で育む基礎学力がものを言う。明治維新からの約150年間は、終戦を境に前半の約75年間と後半の約75年間に分けられる。前半では年限を含む学校制度改革が少なくとも4回実施されたものの、後半では6、3、3、4制の枠組みが微動だにしていない。後半は前半に勝るとも劣らない変革の時代だ。年限の見直し、特に大学教育の長期化が必須だと思う。この課題は国家戦略そのものに関係するものだ。国だけでなく民間も積極的に関わった日本全体の取り組みが必要である。ただでさえ今の大学生は3年生になって早々から就活を強いられ、本来の勉学に集中できない。産業界は大学教育の実質的な短期化につながる、あお互いに躍起になるのではなく、より長期的で根源的な人材教育を洞察すべきだ。ということで、確かにごもっともだなと思う面もあるし、ただ大学生に対しての教育というものについてはですね、一口にこれだけ年数を伸ばしさえすれば十分に備わっていくというふうにも思えないというような気がしていきます。やはりですね、人間ですから、学びたいとき、学べるときに頭が柔らかいうちに学んでいくということは大切なことだと思いますけれども、それよりも日本での教育上の問題といえばですね、やはりこの大学卒業とともに一斉に就職する時期を迎えるということと、それからやはりですね、なかなか社員を辞めさせることができないという意味での規制がですね、非常に厳しかったりするので、一度就職したら基本的に、いろいろなことがあって辞める人、退職する人、転職する人はたくさんいますけれども、なかなかですね、この解雇規制というものが厳しいということに、ある意味ですね、甘える人たちというのも中にはいるわけなので、その辺のところが非常に諸外国に比べて、日本は独特なところがありますから、なかなかその辺をですね、有効的に人の能力を伸ばしていくということにですね、これを改善させていくということは大学の年月だけではないと思うし、やはりこの教育機関、特にこの大学、英語で言えばユニバーシティみたいなものがですね、全世界的にあるとしたら、そこの学ぶ機関というものはある意味、多少なりともですね、世界と足並みを伸ばし、合わせていかなければ、就活をしたいから留学に行かないとかですね、留学にはなかなか呼べないみたいなことになってしまいかねないところもあるような気もするし、学びたい人はですね、学べるように、やはりこの一斉の就職の年齢というものだとか、それからですね、一度就職したらなかなか辞めるのも難しいし、辞めさせるのも難しいという意味での転職のしやすさとかですね、言ったら解雇もより今よりは柔軟な方法にするということが、人がですね、危機感を覚えればもっともっと勉強しなきゃというふうにもなってくるわけだと思うので、やはりお互いに企業も学生も甘えることがないような感覚というものを身につけていくことがある意味重要なのではないかなというふうに感じたりしていますが、ただ唯一ですね、この記事の中で確かにと思うのは、
当時この今のですね大学が4年生になった当時はこの私たちの平均年齢がですね今よりもずっとまあ低かったというかという時代に決まった年代からですね今はある意味その時からずっと平均年齢も伸びているわけなのでその間に費やす時間の割り振り方というものはそれもそれで検討の余地があるんだろうなということを感じたりさせてくれたのでまあ私たちもこういう教育子どもたちとかですねそれから学生の教育ということを考えるきっかけそして私たち何歳になっても社会人になって30代でも40代でも50代でも60代でも70代でも学ぶ気になったら自分なりに学ぶという意識を持たなければいけないということの一つが私にとっての四字熟語ということで四字熟語を通じて世の中を見てみると面白いなというふうに感じたのも一つのリスキリングだというふうに思っているのでそういう感覚がまず大切なのではないかというふうに感じますということで今日は2024年令和6年の11月9日の土曜日今日という一日も本当に地味で平凡で取り立てて大きな変化を感じることがない一日になると思いますけれども自分なりに 0.1 ミリずつの小さな点を日々打ち続けていくことによってやがてその点と点が何かのきっかけで線で結ばれることがあれば大きな変化を体感できることもあるかもしれないしこうした何でもない平凡な一日を感謝して過ごすことによって心が豊かな生活を体感できるので今日も一日笑顔で元気よく頑張っていきましょう。それでは。